をやってるんだ。キララファンタジアの続きを、やっていきます。私が行く。熱意なのか、アズニャン。来たネズミ。さあ、バトル。ん？ああ、後ろに隠れてるだけか。今のうち。投入しましょう。大丈夫だよ。平気平気。こんなの必要だよ。さあ、残り1体になった。倒しましたね。この猫歌の譜面を、なるべく獲得したいです。あれってなんだろう。とりあえずクエストを進めないと収集モードにはいけないんで。この都と猫の歌シナリオクエストを今やっております。今度は風タイプを集めます。装備も増強したいですね。アズニャンか。でもトラさんのアズニャンを選びましょう。
え、お、ヒントになるみたい。そうだな。音か。アズニャンか。また猫。今度は猫か。なんかアイデアを浮かんだが何だろう。さあバトル、なかなか強力になってきたな。倒してきれない。やっはーって心がこもってない。うわー惜しい。倒せない。倒せるとこだったのに。チャンス。さあチェンジしましょう。そうにゃまっしぐら。あやばい、すごいなアズニャン。決めました。おっと仲良しのがアップしたよ。クゼマシ先生、はい、親しみやすさ。お、照れてますね。お、10個獲得。ここは星5のキャラクターを。あ、オーバーするのか。となると、これで行ってみましょう。なんか結構弱い。これを使わせてもらう。こんなのもできるよ。オッケー。私でも怒ることはあります。オッケーです。さあ。チェンジです。今日の私はいつもとちょっと違います。私も頑張ればできる。 OK です。一発で倒しました。私たちが勝ったんですね。おっと。
き続き行ってみましょう。なかなかこれは強そうですね。私が行く。そこ。だね。そうだね。そうですね。お、なんだろう。おーっと、かわいいアズニャ。歌ってますね、踊ってます。さあ攻めに来た。どうした？でかい。ボス？怒ってます。激おこです。お、みやこが阻止。強い。ボス戦ですね。これはいきなりやるしかない。どんなものでも武器にできる。これでボスだけになった。絶対負けない。あんまりダメージ与えられてない。回復するのかこいつ。ラチが開かないですね、このまま行ったら。サブパラを使わないとな。風じゃないんだよな。おっと、ちょっと待ってよ、これ。ああ、倒れちゃった。しかし確実にダメージを与えてますね。さあ、ここで投入です。準備いいかな。ストータイム。はっ、ありがとう。よいしょ。デゴメンキー。すごい、一発で倒しましたね。さっきまでは何だったんだ。最初から投入した方が良かったってことか。仲良しだ。アップ。撤去、撤退ですね。喜んでます。
るかというか、抹茶、抹茶いいですよね。トータ、お、なんだろう、マウスアタック挑戦権でもな、乱戦ってなってるから結構簡単には倒せなさそう。ちょっと短いけどこれで終わりかな。お別れ、切ないですよね。迷ってますね。そうだったんだ。つながった時だけに。ちょっと切ないかも。だろう。これで終わりかな？まだあるか。あ、これで全部クリアですね。あとは収集です。私もついてくよ。さっさと片付けるよ。よっと。そんな。よっと。まあ初級なので倒すのは容易ですね。
おっと、おっと、オッケーです。もう一個行ってみましょう。もう一個いるのか。なんか星5の武器持ってますね。強そう。弱い。さあ、湯の投入です。アルケミスト強いですね。これで交代で、夜こそ取引の時間、こっちは今だけ。土の超進化種と交換できるかな。あ、交換できますね。交渉成立。70貯めたんですね、気がつけば。これでカオス先生を進化できるんじゃないかな。本当何かが足りない。あれ、なんで限界突破が最大ではない、レベルが不足していますってなってます。そうか、限界突破か。どれも限界突破できないですよね。どれも進化できない。とりあえずカオ先生を強化しておくか。
あとは武器ですね。武器が結構大事。鍛冶屋に、鍛冶屋に行ってみましょう。よくても星4は欲しいよな。でも星4だったら持ってんですよね。戦士か。アルケミストですね。武器を5回強化したからなんか物がもらえる。お、譜面がたくさんもらえた。あとちょっとですね、一生まで。というわけで今回は、こんばんは、夜のお手伝い頑張ります。この宮古と猫の歌という、クエストをやってみました。非常にアズニャン大活躍でしたよね。アズニャンだけやって、やっぱり軽音好きですからね、アズニャンの活躍は嬉しいです。はい、また次回もやっていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。